津軽森林管理所金岸支所の斉藤俊介です。本日は栽培の単純化によるぶどまり向上に向けた取り組みというテーマで発表します。我が国の人工林の多くが本格的な利用期を迎えており、新たな国産材需要を創出していく取り組みが進められています。ところが林業従事者の高齢化や減少が進んでおり、現状のままでは拡大する木材需要に対応することが困難な状況です。このことから搬出間伐において生産ぶどまりを向上させるとともに、作業の効率化を進めることが極めて重要となっています。東北地方の多雪地帯では積雪の重みにより根元が大きく曲がった根曲がり木が多く生じます。大きく曲がった丸太は製材用や合板用として活用できないため、生産ぶどまりの低下を引き起こす要因となっています。このことから切り落とされた根元部分タンコロを低湿材として活用することで生産ぶどまりの向上が期待されますが、タンコロは搬出などに手間がかかるため、ほとんどが林内に放置されているのが現状でした。従来の作業方法では根元の曲がった部分を切り落とし、ある程度植材となったあたりから4メートルまたは2メートルに増材していました。本発表ではこの方法を従来方法と呼びます。従来方法で増材した丸太は表のように巻き立てするので、タンコロを搬出すると計6種類の巻き立てが必要です。このため従来方法は作業効率の低下を引き起こすことが考えられます。そこで平成30年度に新たな増材方法を考案しました。まず、サルカ部分を含めて一番玉を一律2メートルで玉切りし、2メートル低湿材とします。そして、2番玉以降を一律4メートルで玉切りし、一般材、合板材、低湿材に仕分けます。このため、生産される材は4種類のみとなります。これを新規方法と呼んでいます。新規方法では、これまでタンコロとして廃棄されてきた部分も搬出できるため、生産ぶどまりの向上が期待されます。また、長球の単純化や4メートル材比率の向上に伴い、増材、巻き立て、トラック運搬の作業効率の向上が期待されます。さらに、種伐後における造林作業の効率化や、林地残材量の減少に伴い、豪雨等による災害時の林地残材の流出軽減も期待されます。調査方法です。まず、従来方法と新規方法によって生産された材積から生産ぶどまりを算出しました。これと、青森県の委託販売平均単価を用いて、資材量あたりの販売単価、つまり収入額を求めました。次に、新規方法の導入で作業内容が変わる増材、巻き立て、トラック運搬の生産性を算出し、これと作業者の平均労賃を用いて資材料あたりの人件費、つまり支出額を求めて収支差を算出し、どちらの方法が有効か検証しました。ここで平成30年度に調査を行った時の結果を振り返ります。従来方法の収支差は3219円、新規方法は4358円となり、差額は新規方法が1139円高い結果となりました。このことから前回の調査では新規方法が有効に働きました。ですが、今後さらに新規方法がどのような林分で有効かを追加検証していく必要がありました。
そこで平成30年度は40年生未満で平均標高直径が20センチの輪分でしたが、今回は50年生以上で平均標高直径が28センチの輪分で調査しました。結果に移ります。まず収入額の比較のため生産部止まりを算出します。作業後の林地の状況を比較すると、従来方法では焼炭部分に加え炭コロが林地に放置されていましたが、新規方法では林地に市場以外ほとんど残っていませんでした。その結果、従来方法に比べ生産部止まりは13%向上しました。ですが、前回は25%向上したので、前回と比べると上がり幅は小さくなりました。次に、在庫分別の出材比率を比較すると、新規方法では前回低出材が9%増加しましたが、今回は従来方法とほぼ同じ出材率となりました。これらをもとに収入額を計算します。まず、試験的に取り組んでいる4メートル低出材の委託販売平均単価は、2メートル低出材と比べると902円高い結果となっています。ここまでのデータと、青森県の委託販売平均単価をもとに、資材量あたりの販売単価を計算しました。その結果、新規方法の資材量あたりの販売単価は937円高くなりましたが、前回と比べると少ない結果となりました。次に支出の比較です。まず生産性を比較します。はじめに新規方法が作業者にとって実際に作業しやすいかを確認するため聞き込み調査を行いました。その結果、サルカ付きの巻き立てに時間がかかる以外、生産性が下がるといった意見は聞かれませんでした。実際に生産性の値を比較したところ、新規方法は従来方法と比べ生産性が向上し、前回より生産性の上がり幅が大きくなりました。また、資材量あたりに必要な労働量もわずかに増えましたが、前回と比べると従来方法との差は縮まっていました。これらをもとに支出額を計算します。支出額は先ほどの労働量に1人1日あたりの労賃を掛け合わせたものです。新規方法は従来方法に比べ資材量あたりの人件費が43円高くなってしまいましたが、前回は120円増加していたので、今回の調査では従来方法と新規方法の支出の差は縮まっていました。最後に収支差を比較します。収入からその収入を得るためにかかった支出を差し引いてみると、従来方法の収支差は3658円、新規方法は4552円となり、差額は新規方法が894円高い結果となりました。このことから、値曲がり僕が多い50年生以上の輪分でも、前回と同様に新規方法が有効であったと言えます。今回の調査でなぜ新規方法の方が有効であったかについて考察に移ります。新規方法は生産量増加に伴う労働量増加の影響で支出額が増加しました。しかし、今回の調査箇所では3つの要因により収入も大きく増加したと考えられます。1つ目は、歩留まり向上により販売在籍が大きく増えたことです。2つ目は、生産性が向上したことで労働量の増加が低く抑えられたことです。3つ目は、近年における木材チップの拡大需要により低出材単価が上昇傾向にあります。このため、値曲がり僕が多く生育する林分では支出以上に収入が増加しやすいと考えられます。最後に、本発表にあたりお世話になりました以上の方々にお礼申し上げます。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。